アバークロン B 級モニターは第一次世界大戦中にイギリス海軍で使用されたモニター艦の艦級。アバークロン B 級の35.6センチメートル砲塔の様子。356ミ、mm、リメートル45口径砲を連装で搭載していた本級4隻からなるアバークロン B 級の建造はドイツで建造中だったギリシア海軍向けのちょうど急戦艦。 サラミス用の手法が、イギリスの金融政策により移送が不可能となったことから始まった。法の製造元であるアメリカのベスレヘムスチール社は、代わりにイギリス海軍に対して、この 356mm45 口径法の売却を提案した。この法を活用するため船体の設計、建造が急ピッチで進められ、飛行から浸水までの期間は6ヶ月以内だった。 10分に時間をかけて設計できなかった結果、極めて低速だった。一本の煙突の前に三脚式の主将、その前に主砲塔一機という艦上配置であった。設計及び建造中、この球は、スティックス球と名付けられ次のアメリカの偉人の名を、官名としていた、すなわちユリシーズ・グラント将軍、ロバート・イーリー将軍、デビット・ファラガット提督、ストーンウォール、 ジャクソン将軍の4名の名前である。しかし、当時のアメリカは中立国であったため、これらを官名とするのは外交的にふさわしくないとされ、最終的な官名が与えられるまではターンに通し、番号で M1M4 と命名された。設計時点では、弾着観測用にショート166飛行艇を搭載することとなっていたが、実際には、 陸上機を使う方がより効果的であると判断された。モニター間はあり陸上を遠く離れた概要で、作戦することはなく、砲塔上に飛行艇を搭載するということは、弾着観測が必要とされていなくても手法が発射される可能性があれば、損傷を避けるために飛行艇を移動させなければならないことを意味していたからである。ウィキメディアコモンズには、 アバークロン B 級モニターに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。